おはようございます。今日は私の、編集、撮影、ライブ、そんな感じの機材の紹介をしたいと思います。まずはパソコン。パソコンはね、ちょっと埃が映ってるな。いいか。ドスパラっていう、ところで、のレイトレック、動画編集に特化したっていうやつを、ほぼほぼ当時フルスペックで組み上げたやつかな。お値段がこのタワーだけで、あのモニターとか他のもの何もついてなくて30数万だったかな、当時が。はい。で、モニターですね、モニター。モニター、そんなに大きくないです。ちょっと何か貼った残りがありますけど。27インチ。27インチのモニターです。ベンキューっていうメーカーですね。ベンキュー。で、HDMI とかそういうので、こちらに映っております。それとキーボード、これはせがれのもらい物のロジクールのキーボード。それとマウスもせがれにもらったのかな、だったかな忘れちゃった。で、あとはこっちか、カメラ。これはライブ用のカメラ、あとは手元撮影用のカメラですね。ソニーのZV-1 っていうカメラでございます。こうやって、こちら見ると、このモニターがいろんな角度で動いたり回ったりするタイプですね。はい。で、まあ、カメラはこれで、これと、あとこっちに GoPro の7です。でここについてるケーブル、これもそうですけど、ここにある、ブラックマジックっていうとこの、これは ATEM Mini っていうこのボタンを押すことによってカメラが切り替わって4台までカメラ、使えるものでございます。で、裏側に、HDMI のコードでつながってて、それがこちらに来ている。こっちもそう。で、あと、もう一本は電源を供給して、何時間でもそのままできると。はい、電源はここから取ってます。特にこの GoPro はバッテリーが中に入ってたまんまで、長時間の撮影をしてると大体止まっちゃうんですね。まあこれも、止まることあるんですが、これは中にバッテリー入ってないんですが、ちょっとこれはもう酷使した古いタイプの GoPro7 なので、たまに止まっちゃいます。ただ GoPro7 だとこの外にジャケットをつけな、モジュラーとかのジャケットをつけなくてもここから HDMI の端子がついているのでとても楽なんですね。こちらもまあこれはこの辺のカメラはみんなついてますけどね。はい。これは、とっても、Vlog カメラっていうだけあって、よくあれ、こう、商品をこう、かざしてピントを合わせたりするときに、とってもすぐピントが来るので楽です。そんなとこかな。あと、プリンター。はい、ちょっとこの辺、ホコリが溜まってるんで、あれですけど。G5030。っていう、こういう、タンクが外から、あと残量が見えるタイプで、今ここまで減ってますけど、またここから液を足せばいいタイプです。カートリッジがないので、楽です。もう、何年使ってんだっけな。でも、まだ半分だな。1年ぐらい使ってるかな。はい、結構ほこりだらけです。あまり掃除しないので。
あと、ここにあるカメラが、これ GoPro の MAX っていう360度前後撮れるカメラですね。今キャップしてありますけど。キャップ外すと、こういう球形のレンズが出てきており、前後両方撮れるっていうやつですね。あまり出番はない。で、現状今撮ってるのが、GoPro の10。これね。このカメラ。GoPro の10で、今まで使ってた GoPro の中で多分一番反応スピードがいいんです。早い。それでしかも、割と安いんだったっけかな。あとバッテリーが大きいんで、ちょっと時間長く撮れるかな。うん。それにしてもでも、長時間撮ろうとすると、バッテリーの熱で止まったりする。これはまだ夏に使ってないんでね、なんとも言えないんですけど。はい。そんな感じです。あとはこうやって編集の、あまりいつまでも編集しないように、一応時間見ながら仕事してるつもりでございます。うん、あとはこの辺にいろいろごちゃごちゃといろんな道具が乗っかってますが、この辺時計も。まあ、片付いてませんね。はい、埃も乗ったままですし。はい、そんな感じで、こんなおっちゃんでもパソコン仕事するにはこのぐらいの、機材は必要です。もっと来れば来るほどもっといい機材使えるんでしょうけど、そこまでする。しても画質を特別上げるっていうふうにも考えてないんで。まあ、あとはこうバイクの動画とかいろんなものでまだいろんなもの、違う機材もあるんですけど、とりあえずは、テーブルのパソコン仕事はこんな感じの機材で済ましております。あ、マイクだ。マイク忘れた。はい、マイク。マランツの MPM-2000U っていうこういうマイクですね。結構音がいいし、ノイズも少ないので。で、これ、ゴムマウントになってるので、とっても、音が他のノイズが入りづらいんで、はい、割と高くはないんだね。はい、そんな感じで、はい、あなたも明日から YouTuber いかがでしょうか。とりあえずこれは必要かな。うん、これ二大体制になることもないし、一個あればこれもいらないって言えばいらない。編集で繋いじゃえばいいんで、まあ、あとは編集を覚えれば、私は Adobe の Premiere Pro っていうソフトを使ってますけど、高いんでそろそろ違うのに移ろうかなと思っておりますが、なかなか慣れたものを変えるのは難しいので、もうちょいこのままかな。たまには勉強してみようかと思います。はい、以上。パソコン周りのご紹介でした。おしまい。